はいどうも、オックポンでございます。あの、PC がですね、ほんと壊れてしまって、PC からの情報ってのが今拾えない状態です。で、あのー、動きがですね、やっぱり変なんですね。やっぱりって言わね言ってないと思うんですけど、あのー、ここですよね、例えばなんですけど、まあ、15分足で見ると、 1、まあ、一回朝方ね、朝方が下がったよっていう話はしたと思うんですけども、そこから上がったじゃないですか。で、上がって、またそこで下たたいてるじゃないですか。ね。うんここで見えるだけで、下、まあ、左側、寄さってるところから、で、まあ、9時15分にかけて、スコンって落ちてるじゃないですか。ね。で、こういう動きって、今まではなかったんですよ、正直ね。で、これが今起きてるんですね。 で、これ、私ですね、何かツイッターの方を見ていただけるとわかるんですけども、なんか変だ,変だなっていう話を、ツイートね、んなんだろうな、ビットコインキャッシュかなの話を用いて、チャートを用いてですね、そういう話をツイートをしてるんですけども、まあ、どこでしてんのっていう話だったんですけども、ここの、あのね、どこだっけな、どっかでしてるんですよ。 あのー、ここの下げたところですかね、16時45分か、まあまあどっかね、とにかく下げたとこか上げたとこでの話をしてるんですよね。で、まあまあこれで、あんた何言いたいのって思うじゃないですか。ね、あんた何言いたいのって私も思いますよ。こういう話し方してたらね。あのー、ですね、要はおかしいよっていう話ですよ。単純にね。今までと流れが変わってって、 で、その中での今の動きはおかしいですよ、と。おかしいっていうのはどういうことかっていうと、まあ来るんじゃないのってことですよ。皆様がご存知の。でですね、うんと、明け方かな、まあ5時ぐらいの明け方で、ドル円とリップルと、あとね、ビットコインだったかな、なんかね、ドル円リップル、 ブルーとあとなんか並べたんですよ。ああ、日経先物か。日経先物を FOMC だったんでね。3時30分がね。で、それで、その流れで、うーんスコンと落とされて、で、その後上げてたじゃないですか。ね。で、そこの上げたタイミング、落とされたタイミングで、確かなんかね、 まあ LINE グループ全く公開してない LINE グループに対して投げたんですよ。ね、でリップルが上がってたじゃないですか。でこの流れってのはおそらくですよ価値の移転の初動だと思うんですよ価値の移転の初動っていうのは今までビットコインビットコインって話をねしててで結局ビットコインってものが今ね どういう立ち位置って言うと、なんかまあ、落ち着かなくなってますよね。先物が入ったあたりから、まあその前からね、えー、240万と160万だから、比で80万振られたってとこもそうなんですけど、ね、ここの動きってのが変なんですよ、とにかくね。で、リップルさんだけ一人勝ちみたいな感じになってるじゃないですか。うん でリップルはお話をしたと思うんですけどもやっぱり私たちの資金のやり取り価値のやり取りをするっていうところを見た場合にリップルっていうのは送金速度が速いねで A さんと私が何かをやり取りをして円、まあ、はもういいとで暗号通貨でやろうぜっていう話になってでなんか、まあ、ゲームソフトでも PC でもね買って、えー、その方に送ったとするじゃないですかですぐ欲しいですよね すぐ欲しいお金だからね資産を PC あげたんだから送ったんだからじゃあ送って届いたでしょってじゃあお金ちょうだいよっていうことになってで届いたもう数分後ねえー、それで送れるわけですよねそしたらどうなるのかって言ったら安心じゃないですかやっぱり時間タイムラグがないあつ着いたよありがとうって言って最初送金して送金しましたよメールか LINE かすればいいわけじゃないですかね Twitter でも DM でもいいと思うしうん 方法っていくらでもあるんですよね。ただ、方法はいくらでもあるんだけど、価値の移転が早ければ早い方がいいですよっていう話ですよね。ビットコインが、例えば今投げて30分後に届くんであれば、リップルさんでポイって投げて、シュッて入って、おありがとうっていう感じの方が、ストレスがお互いないですよね。荷物届いて投げる。ね。このストレスがないっていうものに対しての価値の移転。で、えー、っと、 まあ日経はどうだったんだっけな、下がったんだっけかな、まあまあ、どっちかだと思うんですけども、下がったのかな、下がったような気がするんですよね。で、下がって、で、ビットコインが下げてたのかな、で、リップルが上げてたのかなっていう感じで、まあ、動いてたってことは、要はその、力関係が少しね、揺らぎ始めてるんじゃないかなっていう取り方もできるんですよ。で まあね、再三出すのはあれなんですけども、あのー、與澤さんもね、今、ガン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 上げてるよって、ね、例えば、この言葉超響いたんですけど、あのー、リップルを今持っててね、まあ、60円台の時のツイートだと思うんですけど、60円台のツイートで、与澤さんがね、リップルを今外して、何か買い物するであれば、それは外してもいいんじゃない、ただ、それ、今外したとこで、何を買うの もし何も買うものがないんであれば、そのまま持ってればいいんじゃないみたいな。いいんじゃないみたいな、そんな緩やかな感じじゃないですよね。結構エッジが効いた言葉を投げてたんですよ。角が立つような言葉を投げてて、すっげー響いたんですよね、あれに関して。まあ確かにそうだよなって。で、私も、まあ、イーサリアムは昨日かなうーん。ずっと保有していくよっていう話で、増やして、玉数増やしていくよっていう話から、一回全外ししたんですよね、ポロニエックスの方。 で今、USDT にしてるんですけども、あのー、なんかね、動きがやっぱり変だったんですよ。まあ、イーサリアもいいと思いますよ。いや長期であれば全然いいとは思うんですけども、なんかね、動きが変だったから、怖くて外したんですよね。うん、昨日ね。まあ、うーん、そう、外したんですよ。よっぽど前ですよね。うん。まあ、今、いくらだったのかっていうところが、今ね、ドル、ドル換算で外してるんで、 まあ、いくらなのかっていうのは出てこないですけど、まあ、これ年内ね、リップルなんか100円いくんじゃないかなと思いますよ。今の感じだと。で、価値の移転があって、ただね、100円いくとかいかないとかっていうよりは、今ね、私がすごく危惧してるのは暴落です。暴落。これが来るんじゃないかなっていう感じはしてます。まあ明日すんの明後日て来んのとかっていう、まあ、そういうスパンでも見てますし、その、 時間軸はともかくとして、今年中に一発下げんじゃねって思うんですよで。私が仕掛け人だったらどっかで下げますよね、もちろん。もう買えないですよ、こんなの。ねえ。こんなの、こんな高くなっちゃったな。ダッシュなんかもうね、100円になっちゃいました。これ100円っすよね。うん。10万円 ?10 万円かな。あ,あ、10万円か。10万円になっちゃってんじゃないですか。で、こんなの買えるかって言ったら買いたくないですよね、もう。ねえ。 であれば、どっかで叩いた方がいいじゃないですか、下に、ポンって。叩いた方が買い買お買い得になるじゃないですか。ね。で、今から資金がどうせ入ってくるしっていうところが見えてるわけですよね。うん。っていうことを考えると、もうここはね、 分からないです。長期であれば持っとけばって思うんですけども、短期とかであれば、一旦外しといていいんじゃないかなっていうところも、もう外してらっしゃる方もね、いらっしゃると思うんですけども、ちょっとね、動きが変。変です。変ですよ。うん。な何から聞いたわけでも聞、聞かないわけでもないんですけど、まあ、そう言ってる方もいますよ。そう言ってる方もいますけど、いますけど、うーんこの動きですよね。なんか変ですよね。 で、こんなもんじゃ効かないですから、下げるの。おそらく。うん。こんなもんじゃ効かないですよ。こんな中途半端じゃないですか。1万円、イーサリアム1万円ぐらい下げても。ね。1万円ぐらいで自分がね、もしね、仕掛けるんであれば仕掛けられる。10兆円持ってる。うん。10兆円持ってるとしたら、どうしますこれ。今の状態、こんなね、12月12日に5万円、5千円だったものが7万7千円になってて、イーサリアムでもね、 でこここのまままま置いいいいときますすれれ買いたいと思いますこれ自分で下げる力があって下げられる。おいおいみんなここで俺下げようと思うんだけどどうする乗る乗らないって言ってまあどっちにしても俺下げんだけどねってぐらいの力ですよ。うんどっちにしても俺どっかで下げようと思うんだけどねっていうぐらいの力を持ってるのが自分だとしたらですよ。じゃあ下げちゃおっかなっていう話じゃないですかこれだってもったいないじゃないですかこんな高いとこ買うの。 ね、下げられる力があって、うん、であればがっつり下げるじゃないですか、ね、で年もで年も改まって、うん、またその辺でどこで入れるのか分かんないですよどこで入れるのか分かんないただまあ,あの長期でいいよっていうのは当然ね、うん、長期であっとけば資金が入ってくるし入ってくるってい,い,い,いつも言ってるじゃないですか資金が入ってるから別に長期でいいよっていう話なんですよねうん リスクなんかもね、みんな大体同じような感じで、ずんずんずん,ずん下げてるような。ただ一旦、新高値みたいなとこはついてますよね。リスクもそうだし、まあ、どのぐらいのスパンで見んのかあれなんですけど、よいしょと。まあ、これはもう完全に落ちてますよね。まあ、時間軸があるんですけど、まあ、この辺も高値ですよね。うん。イーサリアムクラシックね。 で、みんな高値ついてんじゃないですか。もう嫌ですよ。こんなとこで買うのは。私であればね。これもモネ,モネロもね、うん、本当1万ちょっとの時持ってたのが3万5千。3万5千なんだけど、このまんま行く、行かないっていう話になったら行かせないじゃないですか。うん、私は嫌です。下げたいです。下げて下で買いたい。で、枚数増やしたい。うん、っていうとこですね。っていうのがすごい。これが気になったんですよ。この人。 ビットコインキャッシュの動きが非常に気になったんですね。で、ビットコインとビットコインキャッシュっておそらく喧嘩させると思うんですよ。争わせる。で、ビットコインがを下げてるときにやっぱりビットコインキャッシュを上げたいと思うんだけど、なんだけど、ビットコインキャッシュがこれ下がってんですよね。だからこれがね、気になっちゃったんだよね。ここの上げも。 昼の上げも気になりますし、今のね、昼からの下げも気になるし、うーん、だから、これがね、気持ち悪いんですよ。ここなんですよ、僕、私がね、これ、あれって思ってるのは、ここの、この人、この人のね、値段が上がってる、下がってるっていうのは、本当に非常に気になってるってとこで、今お話をさせていただいてるんですけども、これね、もう一差があるでしょうっていう、うん。 10まあ、ちょっと前どのぐらいですかね20、20%とか下げたのかな、あるとこに。ありましたよね20、20%下げんとこ20。20%下げんの日ありましたよね、どっかで。うん。あんなもんでは済まないんじゃないかなと思うんですよね。ガツンと行くんじゃないのガツンと。もっとね。うん。まあ、明け方の上がったものよりもう下がっちゃってんじゃないですか。下がった状態より下がってますよね。イーサリアムなんかね。で、よそ様も。 まあイーサリアもクラシックもやっぱり似たような動きをするんですけどうーんまあこれは見えないなこれは見えないけど朝方の方に水準はもう行くんじゃねっていう感じの下りですよねまあこれは行くと思いますねどんどん下がジャンガジャンが下がると思いますまあこの今回のこの動きっていうのは力関係というかそのパワーバランスがねおそらく変わるような動きになるんじゃないかなと だから、時価総額が動くとか、あとは本当に資金、今までの力関係、だビットコインがいて、イーサリアムがいてって感じで、イーサリアムクラシックリスクがいてって、こう、立ち位置ってあるじゃないですか、コインチェック上でもね。この立ち位置が、もうまあ、リップルがね、こんな具合で変わってるんでこうい、この対象なんですよ、リップルの対象がどう動いてくるのか、うおってこのまま行く、行く。 だとは思うような感じはするんですけど、行くとは思うんですよ。行くとは思うんですけども、行くにしても行かないにしても、そこに資金が入るわけだから、どっかから絶対抜けるじゃないですか。抜くじゃないですか。で、抜くにしても抜かないにしても、どのコインも今高いじゃないっていう話なんですよね。行き,行き着くとこは。だから下げますよね。で、私であれば下げますよって話になってくるんですよね。それが正しいか否かっていうのは分かんないですよ、マジで。 本当そこは分かんないんですけど、もう自己責任なんでね。うん。ただ動きがね、まあ変だなっていうところで、まあ本当にブー増えそうなんですけどね、これで下げればね、グッドが増えるんでしょうけど、下げなければブー増えますよね。後から見て、まあ日付がもう出てるわけじゃないですか。今日中5でしょうん。 15になって日付が変わって、この人オクポンさん下がるって言ってたけど、結局下がんなかったよねって。で、こんな7%、8%の下げじゃなかった。なんだよ、俺買いたかったのにっていうのも、多分中にはね、出てこられるとは思うんですよ。ね。それは本当、うん私が謝るのか謝んないのかはよくわかんないですけど、私、個人的なね、勝手な見解ですよ。勝手な見解。相場なんで、どう動くか正直わかんない。正直わかんないです。マジで。 ね、あのー、そこはね強く言うんですけどもでも、あのー、なんだかんだ私も影響力が出てきたんであの強く言えば言うほどおそっちに向くのどっかからどうせ情報仕入れてんじゃないっていう感じでそうやって見られてねいやーもう手締いって言ってピシッて切られて。 いや、億ポンさん上がっちゃったよーっていう話、後から聞いても、これはちょっとね、なんとも言えないですよ。なんとも言えないですよ。うん。感覚ですからね、私は。私はね、感性の人ですから、あのー、感覚、あれ違和感だな。うん、おかしいなっていうところで、まあ、お話をさせていただいてるので、で、こういう時危ないんですよね。こういうの、見てください、これ。ビットコインキャッシュのこのね、 15分足。怖いんですよ。こういうね、こういうね、ところでね、ぐいぐいって上がるのはなかなかないんですよ、これ。申し訳ないですけど、これでぐいぐいっていくのっていうのは、なかなかない。何回叩かれたか。これで何回泣いてるか。ね。うん。何十何百負けてるのか分かんないです。こんな相場でね。泣きたくもなりますよ。こんなもんね、見てると。あの時の、あの日のね。 いやだいやだもう思い出してくない、えー、って感じでやっぱりねその変だなっていうところだけはちょっと肝に銘じていただいてそのあのー、あれですねやっぱり違和感を感じてるっていうまあこれをね見てらっしゃる方も今までだったらあるとみおんと下がったこう最近の流れですよビットコイン上がるあると全体下がるねえビットコイン上がん 下がる、あると全体的に上がるな感じだったじゃないですか。なんか流れがね、こうやってパッと見たら変わってるじゃないですか。で、やっぱり重要なのはこのリップルさんだと思うんですよ。ね。リップルさんのその送金スピードと、まあそこにね、尽きるんだと思います、言うことは。うん。このリップルさんの送金スピードもそうだし、今後どうなんのっていうのは、やっぱり、ここの動きがね、めっちゃ気になるんですよ。マジで。ね。うん。 うん、ここはね、このリップルさんの動きってめっちゃ気になるんで、これだけは本当、そこだけ私は言いたいんです。リップルがここで反応してて、ね、ビットコインが今までの感じじゃなくって、で、ビットコインの、まあ、対角に位置するんじゃねっていうのが、ビットコインキャッシュだと思うんですよ、私ね。うん。だからこのビットコインと、ビットコインキャッシュと、ここ、なんだ、リップル うん、まあ、イーサリアムはイーサリアムで、これは、どうせね、どっかで、どうせ叩いても20%、30%、40%下がっても、うん、これ、それは買えばいい,いいっていうのは私のね、主観なんですけど、まあ、下がって下がってっていう感じはありますよ。ただ、まあね、大体、下がれ下がれって思ってるとこは、下がっていかないっていうのは相場の難しいとこですからね,ね、上がれ上がれって言えば下がるし、下がれ下がれって言えば上がるし、 っていうとここはあのあとは皆様の感じた手腕と何で見るのかねチャートで見て線引っ張ってみて上げなのか下げなのかっていうところで見るのか感性で私のようにねそう切っていくのかそこはねやっぱりね、うん、それはあのー、自分たちがですねあお殿様なんでねここはねお金も自分で貼るし自分で決断するし もう誰でも頼れなない相場の世界なんでねだから私はこうしる主観で喋ってるわけなんであのー、ここはですねうん肝に銘じてた方がいいんじゃないかなっていうのはまあ私の勝手なねうん話ですよ私あなた方の皆様の財布にお金を突っ込んでるわけじゃないですしそれを許容できるわけじゃないんでその うん、ボレットにね、お金を入れてる、取引所にお金を入れてるっていうのを、私がね、そこで持って10万100万入れて儲、もかがなかったって言われても、そこは本当許容できないんでね、マジで。マジですよ、それ。すべて、あのー、私たち、うん、投資か投資か投機か、うん、よくわかんないですけど、暗号通貨を触ってる方々っていうのは、すべて自分がね、主ですから。0、1で決めて、決断して、貼って、下げて。買う、売る、 うーんなんだ、待機する、逃げるですから。ね。買う、売る、待機する、逃げる。逃げるっていうのは、自分がそこで貼ったら怖いから、例えば、あの、こういう話ありました。コインチェックでイーサリアも買っ,た買ってるんですよね。ね。イーサリアも買ってんだけど、私って売りそうだから、貸してるんだって。で、年利で5%ぐらいもらえるんでね5。5%は結構でかいと思うんですよ。で、さらに貸してるから返してくれっていうことが言えるんですよね。その、月縛りかな。 月縛り2ヶ月、3ヶ月、なんか6ヶ月、1年とかいろいろあるんですよ。年数が長く,長く長くなれば長くなるほど年利ってのは上がるんですよ。要するにその利息がもらえるわけです。ね。で、イーサリアムが本当に上がるって、まあその方はね、1年後で踏んだわけですよね。仕掛けるときに。だから、イーサリアムっていうその枚数を貸したわけですよね。コインチェックに。 でコインチェックに貸したことによって、こっちもう1年だったら1年で縛っちゃったから、出せないわけですよ。ね。これ、あのー、買う、売る、待機する、逃げるの、もう1個別なものですよね、これ。人に貸しちゃうっていう手ですよ。ね。貸しちゃうことによって、もう相場がそれは上がってくよ。ね。相場が上がってく。見てる。ただ、私としては、それ逃げちゃいそう。ね売。売っちゃいそう。売っちゃったら元も子もないじゃんって。長期なんだから。 ね、でそのインサーレもどうせ上がるって踏んでるわけじゃないですかであれば貸して利息もその上げももらっちゃおうっていう話でございますよ頭いいっすよね頭いいなと思いましたよ私もねそれねビットコインでやろうとしちゃうんですけどやっぱね私の悪いところはね揺らぐっていうとこがあるんですよそれを人に話しちゃういつも言ってますよね私ね暗号通貨やるときは人に話さないで1人でこっそり 私に相談して、ね、他の方、私は何も分かんないけど、その分かってらっしゃる仲間のところに、ねあのー、誘導はできるんで、ねうん、だから私に声掛けして、Twitter で、ね、DM くださいよってて、テレグラムに案内します。こういうとこあるんですよね。私ね、いつも思うんですけど、最近思い始めました。何が思い始めたかっていうと、名称にはなれねえんじゃねえかなと思い始めましたよ。名称。要するに 自分で監督することはできる。発信して、こうだよ、ああだよって、あれやっちゃダメだよ、これやっちゃダメだよ、こういう考え方っていうのが一番大事だよ、すごいよ、ね、長期がいいよ、長期って簡単だよってよ,よく言うじゃないですか、よく言うでしょでも、私、ね、どうですかね、中にはね、やっぱね、コメントでいただいたことあります。ブレブレじゃないですかって、ね、確かにブレブレだなって思うんですよ。だからもうね、 やっぱねそこはもう暗号通貨に芸人として、ねあのー、買っていただくしかないのかなと思い始めましたよ。ね、名監督ではある。ね、名監督ではある。ね、選手人を集めることもできた。ね、程度やっぱりそのグループ内にいい私のグループではないですよそこのグループ内に集めることができてでその名選手たちがいっぱいいる。ね、いろんな通貨のことを調べてで速度も速い、ね、アウトプットも速い。ね どういうううういいこことととかっていうとそういうことなんですよ監督にはなれるんだけど自分で選手でバットを振ったピッチャーでもって球を投げた、ね、スピードはない、ね、バットもなかなか振れない、ね、ホームランも打ってない、ね、三振ばっかりだ、ね、なんだけど監督こうやってごちョごちョごちョ言うじゃないですかごちョごちョ言うのって結構いいこと言ってんですよね我ながら我ながらいいこと言ってるただ私が自分で制御できてないんですよ自分を。 いやほんと泣きたいいやいや泣いちゃだめ元気はあるんだ元気はあるで元気があって名監督っていうところであのここはねみんなに元気玉投げますよ私の方からただ私の上では元気玉できないんじゃないかなって思い始めちゃってただねあのここはもういそのことね私はもうどうでもいいとねどうでもいいなんとかしますから <laughs> 自分でね自分でなんとか。 暗号通貨芸人として何とか話させますんでね,ね芸人として探せんだか投資家として探せんだか分かんないですけど何とかしてやっぱり奥がスタートってところでこれだけ言ってるもんですから何とか私がうん自分の監督になって何とか、えー、名称に仕ってあげましょう私をねうんあのー、そんな感じでございますんでの私の言ってることは多分ね結構正しいこと言ってると思います我ながらね たまに聞くんですよ。あんまり聞かないですけど YouTube で動画を上げたものをたまに聞くんですあコメントがほう入るじゃないですかコメントど,どういったことに対して響いたのかなっていうところでやっぱり聞かねばと思ってやっぱり聞くんですよコメントを返す時とかねそのまま返す時も当然あるんですけどコメントを頂い,いたものに対してよくわかんないあれ こんなこと言ったかなっていいうとこでで聞くじゃないですかななかなかいいこと言ってんなこの人って自画自賛してる、まあ、大バカ者なんですけどでもまああのー、そういうところですね名監督にはなれそうなんですけど名選手にはねちょっとねここはなれないなとただね情報発信者としてはしっかり伝えますね私の感性っていうのは自分の感性が素晴らしいっていうのは自分で思ってます感じるとこね 張るとこ、逃げるとこ、ね、しっかりと長期だ、長期は負けない、言ってます。ね、そこの監督の部分だけちょっとね、買っていただくような感じになっちゃうと思うんですよ。この音声を聞いていただく方には、監督の部分、要は、こうだよ、あだよって、私っていうのが、私っていう監督で、私の、でも同じ体で選手でやった場合にね、うまく貼れないと。ただ、言ってることはイーサレアムがいいだとか、 あリップルの立ち位置だとかあ、そういうことはですね、割と鋭いことは言ってんじゃないかなと思うんですよ。ね。あのー、本当申し訳ない。本当はですね、両方なりたい。名監督になって、名選手になりたいんだけど、ここはね、申し訳ないですけど、多分、皆様の方が貼り方うまいと思うんですよ。うまいと思う。ね。で、私っていうツールはガンガン使っていいんです。ガンガン使って、あのー、テレグラムの中に入っていただいて、 で、あのー、その各通貨ですよ。ね、張って気になる通貨、いろいろあるじゃないですか。まあ、エイダーをはじめ、私たちはエイダーですからね、グループ内は。ほとんどの方がエイダー。いや、そうじゃない方もいるかもわかんないんですけど、ほとんどの方はエイダーを保有していらっしゃいますと。 ねえー、これは1年,1年半もうだいぶ経ちましたね10月に入ってもう2ヶ月経ったからあとまあうん1年10ヶ月ですかまあその辺をみんな見てね、えー、長期でもって保有はするような形でっていう感じで動いてるんですけども、あのー、そこのグループに入っていただいて申し訳ない本当ね私が言ってることは本当正しいと思うんですけどもここはね私が私を裁ききれないんで。 あのー、ちょっとね、ここはもう、私より先行ってっていう感じです。ね、先に行っていただいて、でまあ、奥通貨店2億3億でも何でもいいんですけど、バンバン行っていただいて、で、ほんと申し訳ないですよ。で、各通貨の強みとか、やっぱり自分が通貨愛ってのがあるじゃないですか。ね、トリングがいいだと、エイがいい、リップルがいいだとか、まあ、ビットコインがいいだとかなんかね、いろいろあるじゃないですか。イーサリアムがいいだとか。これは 私はずっと押してんだって、ずっと持ってないんだけど、これに関しては俺絶対負けねえと。ね、2000通貨くらい、うん、2000通貨はないかな ?1200 とか1300通貨とかあるわけですよね、今。で、その中でも、モナコがあったり、モナコインがあったり、いろいろあるわけですよ。で、その中の自分が強い通貨ってあると思うんですよ。いや、こいつに響いたと。この野郎に一生ついてこうぜっていう、この野郎にもう何年か絶対ついていくと。ずっと買いましてくって。 でそういう通貨自分、自分愛ですよね、自分の通貨愛に対してこう発信してください、ねえー。それで私がちょいちょい、まあ、下手くそなんですけど、そこをちょいちょいかじらせていただいたりとかして、っていうところで、あのー、使って、私も使っていただくし、私もその情報をね、使わせていただくし、でグループに入る場合は、私を使っていただいて、で通貨の愛に関しては、やっぱりそのグループ内で発信をしていただいて、 いやこれがこれがすげえんだよとこいつこの時のこれがすげえんだってここで上場するからだいたい情報これこの辺に行くんだよねって、まあ、数字まで明確じゃなくても今より上がるよと1桁2桁変わるっていうその夢のなんだろうな夢があるんだよこのコインはっちゅうねその熱意ですよ痛快ですよねやっぱり愛ですからね世間は。 ねえなんだかんで言ってもやっぱり人間らしでは私たち人間はやってられませんからなんん AI が何だとかロボットがなんだとか冷たいこと私言うんですよ言うんだけどあれはあのどうやったら暗号通貨にねあの入っていただけるのかっていうところが本当明確な理由がそこしかないんですよただねなかなか響かないじゃないですかなかなか響かない、ね、人間なかなかねそこから 明日の昨日の続きを今日やるわけだから9割ぐらい同じことをやってんですよ昨日も今日もね、うん、昨日の続きをやってまた明日も昨日の続きを9割ぐらい同じことをや繰り返すわけですよ続きというか同じことをねまあルーティン化してるっていうんですけど大体同じことをずっと繰り返してでそこをねボカンと私ここはねお前それまずいまずいまずいよって今ただねまずいんだけど面白いとこあるからそこに よっていう感じでボカンとちょっとねズーンって体当たりしないと多分そこ揺るがないと思うんですよ。ほんの野郎、ほんの野郎、ほんの野郎、なのであの時あの野郎あんなこと言ったけどなみたいなそういう風になってうんか、まあ、はしちゃだめですよ。けん嘩はお互い良くない。ただ私の意図としては感情をね、ポンって引っ叩いてやんないとおそらく動かないんじゃないかっていうそういう意図が正直あります。ね頭くると思うんですよ。 私も頭くると思う。同じ人がいたら。オクポン対オクポンだったら、喧嘩になりますよ、そら。ね。あのー、そうなんで、あのー、そこはですね、ちょっと汲み取っていただいて、まあ、今日の話は、本当に暴落っていうのが、うん、くんじゃないかなっていうところと、あとは、その、あれ、なんだこれ。イーサリアムも上がってきた。なんだこれ。まあまあ、いいです。あのー、その暴落っていうのが、ひょっとしたら、このね、 まあ今年中にはあると思うんですよ。今年中にはあると思うんですけどもそれがまあ今からなのか本当24時間以内に数時間後に起きるのか分かんないんですけどもビットコインキャッシュの動きだとかそういうのを見ると、まあ、暴落注意ですよやっぱね暴落注意とその名監督では私はあるかもしれないんだけど名選手ではないからちょっと申し訳ないんだけどテレグラムにみんな入っていただいてその通過相手のそこのテレグラム内で ちょっと言っていただきたい。ね。ここでこれがあるから一桁ここで変わっちゃってもう一桁ここで100倍になっちゃうよっていうのをバコーンってちょっとね、それは間違っててとかではないんですよ。愛ですからね。で、愛だから少なくともそのパーセンテージがうんぬんとか数字がうんぬんとかではなくて結局上がるのかっていうところだけが欲しいんですよ。で、暗号通貨であればまず資金がバン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 入ってくる。よっぽどのえ えへ,っでへっぽこでなければですよ。しっかりした形を取った、俺はコインだぜっていうね、俺はコインだぜっていう、そういう意気込みのコインっていっぱいあるじゃないですか。ね、俺はコインだぜっていうものをやっぱみんなあると思うんですよ。俺,俺はコインだ、ああ、そのコイン惚れたみたいな、男に惚れたみたいなとこあるんじゃないですか。で、そのコインの愛です。愛をそこのテレグラムでぶつけてもらう。ね、で、ぶつけてもらうものに対して私は名選手じゃないんで、 その情報を少しね、テレグラムに入れることは私はできるんですけど、ね、えー、つなぐことはできます。私のグループじゃないですから、ね、何度も言います。私のグループじゃないんですけど、そこにつなぐことはね、そこだけはお手伝いできます。ね、で、そこで、そこの通過範っていうのを、そこでね、投げていただきたい。あのね、ここで言いたいんですけど、何のグループでもいいんですよ。今さらね、 あっちのグループは私には入れないとか、私はもう長売れちゃってるから、どのコーとか、逆にね、私は資金少ないから、そんな、こんなグループは入れないわとかではなくて、入ってください、入ってください、本当に。今、今がチャンスですよ、奥,奥様、本当に。今、激安ですよ、本当に。0円ですからね、まずね、入るの、グループに入るのは0円、ね、維持費も0円、こんないいことないです。で、暗号通貨の IC 法が投げられる。ね。 いいんですよ。資金があってもなくても。何でもいいから入ってもらって、で、みんなでね、それ盛り上げて、で、みんなで勝っていくと。で、1億っていうのは通過点で、私もね、みんなより遅れると思うんですよ。で、その通過点には絶対到達して、で、次々っていう、私のね、夢かなっていうのがあるんで、夢を叶えるっていうものがしっかりね、いっぱいいっぱいいっぱいあるわけですよ。100も200もね。正直ありますよ。あの、一個の夢を叶えたら、そこから、 なていうのかな広がるものがありますから、うん、マグチにも行きたいしカジキも釣りたいし、ねえー、カニカニうんとなんだろうな漁船にも乗りたいしね、でそこの荒波にもまれてねカニとかね釣りたいし取りたいしね、であのいろいろあります。鮭の一本釣りとかねカツオの一本釣りとかもやりたいし、ス,スキューバもやりたいしと空も飛びたいしね、うんそれこそヘリコプターも運転したいしっていろいろありますからね。 うん、アマゾンに行ってピラニアを食べてみたいとかねそういうのもあります何でもかんでもね綿あめをね一袋丸ごと食べちゃいたいとかいろいろあるじゃないですか子どもの時の夢みたいなねバナナチョコを腹いっぱい食ってみたいとかお祭り行ってこっからここまでバナナチョコを買ってでそこに少年少女たちがいて全部分けたりとかそういう夢で,夢でもいいですよね本当に2万円とか2万円とか3万円あったらいけんじゃないですかそれねお正月今お正月ですよね で来年のお正月にはバーって少年少女来た高校生みんないる中学生バーンってねそこのもう屋台の全部全ての商品を周りにいる人たちに配布するね店主にこれ全部私買い上げますからちょっとお願いしますと「おおっつって何十万かパーンって上げてで 周りパーって言っててもう全部そのそこに貼ってる屋台のね人たちを全部それこそ近所の家の人たち大人たちも巻き込んでお正月なんでね巻き込んでもうここの焼きそばを全部買い上げましたんでどうですかって呼んで面白いじゃないですかワクワクするじゃないですかそういうのってでそういうのをやるとかね前いっぱいあるんですよこういうあの喋ればね喋るだけ。 それこそあのゲームセンターを1日無料で開放するとかね全部こっちでお金出すから全部その少年少女とかあね言いってまあいちご狩りとかでもいいですよ、ね、1日全部そこの人数が平均何人で,でいるんだったら何人かの分は私がすべて持ちますからあその何人分だけ人数制限をかけますけどその分は私全部持ちますからもう無料にしてあげてください。 ね、バーンって面白いじゃないですかそんなので来た人はお金払おうと思ってきて家族連れで来てさあ払うかってまあ割に払うのか後払うあとに最初に払うのかは分かんないですけどそれを人文でバーンって持つわけですよいや面白いっすよそんなこと考えたらワクワクしないですかなんかね無料でいやでも家族連れでね多分そのお金っていうものがなかなかその たまらなないいいうかない中でででそれをやるわけですよで私でやるんだったらさやかって店があるんですよ。ね、ハンバーグ、ね、あそこ、一月にね、1週間ぐらいなんかフェアやってるんですよ。で、あれをいつもお世話になってるんで、ちょっとね、離れるときぐらい、バーンって1日全部会計持つとかね、それやりたいですよね、それ。で、まあ、本当に、ね、店長さんにも ね、顔を覚えられてなんかよく分かんないですけど挨拶してくれるんですよもう爽いい「爽やかいい爽やかいい」って、まあ、なんかで SNS でね前に投げたりとかあしたので、まあ、それが響いたのか何なのかよく分かんないですけど店長さんがねわわざわざ来てくれるんですよね、うん、あの人たちも大変だなと思うんですけど、まあ、そういうことをやりたいですよね爽やか愛されてますからね静岡でねうんまあ静岡に行って爽やかでガバッとやりたいですよね うんといいんでねもうコスパはいいしもう爽やかでやりたいな案内されてる店多分ないと思うんですよねなんかイベントで行くらしいですからねその爽やかの中の店員さんとかと喋ると、る、う、と、ん、イベントでやっぱり活用されるみたいな入学式だとか卒業式だとかで家族で親戚が何人か集まってそ,ううでそれを無料にするんですよ一日。 奥本さんがな名前じゃなくて語るもんじゃありやせんみたいなねでお金はパンって置いてって、まあ、つお釣りは厳禁にでも回してくださいとかいいなこう,こういうことをやっぱりこういうことを一回だけやりたいですよね生涯ねまあ屋台でもいいしねそのハンバーガー屋さんでもいいしなんかそういうことをやりたいじゃないですか、まあ、事前事業じゃないけどあこういうことこういう人が世の中にいるんだって っっていいうその希望を持たせたせんですよねやっぱねやぱ日本国民にしんなりしてる日本国民にああこういう人がいるんだとこれはちょっと面白えなっていう,うんまだまだ日本っていう国が捨てたもんじゃねえなとかやっぱそうやっ思われたいでみんながみんなね私は後から後発でそこに行くんで皆様がまず突き抜けるとでその後ちょいちょい私はあ名選手ではないんで そこはちょいちょいね、後乗りしてね、ついてくんでね、うん。まあまあ、私っていうツールをまず使うと。で、やっぱ名選手いっぱいいらっしゃるんで、名選手だっていう分かってない方も名選手いっぱいいらっしゃるんでね、名選磨けば光,らず光るぜみたいなね、そういう方いっぱいいらっしゃるわけなんで、そこはね、そこのグループに入って、ただのきっかけでしかない、通過点ですから、すべてが。人生死ぬまでですね、人生通過点なんですよ。達成なんて文字じゃないですよ、ぶっちゃけ。 ね、達成なんてものはないすべてが通過点だから人生面白いんですよだから追い込まれれば追い込まれるほど面白いんですよねいうん大体何なんですか僕のあのー、郵便貯金のね預貯金3桁しかないですしかも109円とか6円バカでしょもう本当にね本当バカバカだと思うんですけどもああいうもんでもやっぱりね勇気づけられたらいいんじゃないかなと思うんですようんねうん あのー、本当ね、そんな感じで、名選手ではないんで、本当に監督としては、まあ、なんとかあ、感性はね、鋭いとは思うんですよ。なんとか入っていただけて、なんとか宿泊しながらでもその、伝えられたらいいんじゃないかな、で勢いで、えー、持っていけばいいんじゃないかなと、まあ、勢いで今、いけるから勢いでいいんですよ、うん。これがああでもない、こうでもないって始まりますよ、本当に。チャートがどうだ、こうだ、あっちがどうだ、こうだとかって始まりますから、そのうちね。 で、今、その勢いでポン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 いけるんでね、いいんですよ。ね。うん。なんで、ほんと手伝ってください、そこはね。えー、でエ、エイダーアイもうそうですし、そのコイン愛をそこで投げてください。ね。うん。それでみんなハッピーになりますから。ハッピー、ハッピーパワーですよ、本当に。ハッピーパワーって聞いたことないですよね。まあ、幸せはこぼれるものですからね。自分が幸せになれば、周りも幸せになるんですよ。ね。そこだけ。そこ大事。ね。 幸せはこぼれるもんだから、エミもね、出てくるわけじゃないですか。ね。エミが出て、なんでエミが出るのって言ったら、やっぱ幸せだから自分が。で、自分が幸せであれば、ハッピーになるから、笑顔になる。笑顔になれば、みんながね、笑顔。笑顔のミラーニュートンですから。私が笑顔になれば、みんなも笑顔になるすよ。ね。みんなが、名選手、名選手いっぱいね、いるわけですから、そ,その人たちが一人一人笑顔になれば、 笑顔になるミラーニュートン効果って言いますからね。まあ、なんだ。自分が笑顔でいれば、対面してる人が笑顔になっちゃうんですよ。ミラーニュートン効果,効果ですよ。お金も多分一緒だと思うんですよ。その人がお金持ちになれば、お金持ちになっちゃうと思います。ね、程度そういう育成もされるんでね。うん。あれよ、こうだよ。ね。えー、やっていきましょう。本当にね。今,今しかありませんよ、と、奥様。奥様お待ちしてますよ、本当に。まあ、旦那さん、最初はね。 ちょっと黙って、えー、旦那さんのお金でも何でもいいんですけど、きっかけとしてね、黙って、申し訳ないけど、言ったら多分旦那さんもね、あれっていう思っちゃうかもしれないんで、だから、まあその辺は響かないぐらい、まあ1万円でもいいんじゃないですか。まあ、1万円でも3万円でも、うん、まあ5万円でも、そのぐらいだったらまあ、うん許容範囲内なんじゃないかなと思うんですよ。で、それが一桁変われば、で、旦那さんに一桁変わった時にでもう、 いや何倍になった時にでもいいんで、言っちゃえばいいんじゃないですか、1回出して。で、1万円札、これ見て、ね、これ最初いくらだったんだよ、ね、1万円札、びら、お前やるじゃないか、なんだそれ、どうしたんだ、ね、暗号通貨っていう、いや、今、なんか言ってんじゃない、ビットコイン、ビットコインって、なんか CM やってんじゃない、あれって。あれ、ちょっとね、ビットコインじゃないんだけど、ちょっと噛んでみたんだ。ただ、あら不思議、これ見て、どうしましょう、もう少しお金、 入れればまあ一桁変わればちょっとね家の資金にもなりそうなんだけどどうっていう相談をそこで初めて持ってねそれでいいじゃないですかねまたそういう一桁変わるねまだそれができますからねうん今ねお願いしますよ本当にみんながハッピーになるっていうことがあまず通過点なんですけどそこですからね目指してるのはうんはいもうね私はねパソコン壊れたねパソコン壊れたけどこれもまたね またこうやってスマホっていう端末一体でどれだけのパフォーマンス Wi-Fi とスマホで得られるのかこれまたチャレンジですよこれはまたね追い詰められれば面白いただもうねすぐパソコンもう発注しますねデスクトップねえなんか5万円ぐらいのでいいみたいなんでもうすぐ発注しましょう5万円だったらすぐ元取れるんでねで30万チャレンジねいよいよそろそろですからねえこれまた楽しみですよバイナンスで多分やります バイナンスに30万円入れて、で、発数がここにこの人いるんでね、えー、っと、で、こいつ、ここね、えー、っと、発数がいるんですよ。3000円、実は JPY。こいつも足します。で、30飛んで3000円かなで、やるうち、だから手数料取られるから、ちょうどいいくらいなんじゃないかなと思うんですよ、30万円ね。うん。で、これでやろうかなと思うんで、で、何に払おうかな 明日の動きなんですよね。明日が、どっかで急激に下がったとこボンってはるんでね。うん。イーサリアム、イーサリアムかなと思うんですよ。それをバイナンスでやります。なので、ビットコインでポンって流す作業があるんで、もうここ、リップルでもいいのかなリップル使ったことないんで、リップルでもいいかもわかんないですね。リップルで流して、ただリップルだとこの人高いんで、ビットコインでやっぱり流すのかなっていう感じですかね。 ビットコインでも今2000円ぐらい取られるのかな、送金。めっちゃ高いって言ってましたけどね。うん、最初は、ほんま何十銭って話になってましたけど、まあよくわかんないですよね、この世界。ビットコインは高くなっちゃいましたね。うん。ってな感じで、それでやるんでね。うん、それでまあ資金がすぐできるでしょう。うん。ね。そんな感じでございますんで。いきますよ、本当に。ね。通過点ですからね、すべてが。すべてが通過点。ね。 それでいきましょう。はい、それではね。素敵なコインライフをお送りしましょう。